とかいろいろあるけど、あれ味全部違うから。はじめ社長がやってたけど、それ嘘ガセよあれ。嘘だと思ったらやってみ、完璧にわかるから。俺前やったけど全然味違うよ。うん、あれガセです。うん、うまい。チャレンジとかしない。こんなのだってこれ、いや味わいたいでしょこれ。こんな一気に食うもんじゃないよこれ。味わいたいよ普通に。美味しい。早食いとかね、大食いとか邪道ですよ。食べ物に感謝しながら食べないといけないんだから。食べ物に感謝して食べないと。うん、うまい。うん。遠く目の方、やったー、応援花火かなこれ、やったー、ボーナス50ポイントやった。せきょう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 、あれさー、ボーナス50ポイントってこれ お金の50ポイントなのかな。うまっ。これってお金なのか、それともランキングポイントなのか分かんないけど、あ、ふわっちポイントやった、お金だ。アイスはトッピングでつけました。うん、あ、おいしい。このかき氷嬉しいね。汁が、汁ってかシロップがちゃんとめっちゃかけてくれてる。なんかさ、かき氷屋でさ、すっげえシロップ少ないとことかない？どんだけケチってんだよみたいな。シロップ代なんかたかが知れてるだろうに、そもそもかき氷自体がさ、なんかぼったくりみたいな価格じゃん、原価考えたら。そんなシロップケチるぐらいケチるとこたまにあるからね。これちゃんとめっちゃかけてくれてる。これ嬉しいね。うん、あは。あ、服に、あ、服に青いのがついちゃった。最悪だ。まあいっか。うん、かき氷はね、原価考えたらなかなかね、こんなんマジでいくらだよってぐらいの原価だから。50円ぐらい、え、か、これどうなんだろう。まあ、このソフトクリームもあるけどね。100円は絶対しない。100円なんかするわけない。このスプーンとこの器考えても100円は絶対しない。かき氷ラーメンなんてないだろ、溶けるわ。
かき氷は確かにボロ儲けっすよね。かき氷はやりたいね。かき氷やったら超儲かんじゃない、売れれば。夏場とかだったら多分超儲かるよね。笑いが止まらないでしょ。だってこんなの原価100円もしないのをさ、500円とかで売るんだからさ。まあだってもう2個売っただけでもう100円ぐらい、あ、1000円ぐらい儲けられるでしょ、500円だったら。完食しました。いやー、うまかったね。いやー、もう終わったんですけど。もう終わったんですけど。もう終わったんすけど、どうしたらいいっすか。いや、ラーメンはいいよ。もうなんかこんな暑いのに食いたくないよ、ラーメンなんて。あ、風船どうも。こんな暑い日にラーメンなんか食いたくないって。うん。しかもこれ外で食うからね。このラーメン外で食うから暑、まあ今日はまだそんな真夏、なんかめちゃめちゃ暑い日ではないけど、いやでも十分暑いわ。こんなね、死ぬほど暑い日に比べればまだ涼しい方だけど、でも十分暑いし、うん、ラーメンなんか食いたくないって、こんな暑いんやから。あれだよ、外で食うんだよ、ここのラーメン。いや、中にもあるけど、定食屋。中に入れないしさ。この外でラーメンとか食えないよ。暑いもんだって。よし、帰るか。よし、帰るか。川行こっか。じゃあ川に行こうか。あれ、モバイルバッテリー持ってこなかったかな。まあでもどっちにしろ充電まだ持つな。川にでも行きますか。じゃあ行って何すんのって感じだけど、じゃあ川に向かいましょう。いや、うまかったな。かき氷とアイス2つ食おうと思ったんだけどさ、かき氷の上にアイス乗ってたし、なんかもういいかなって感じ。あとやっぱかき氷結構量あるからね。なんだかんだ結構量あったんで。なんだ後ろの人なんで移動しないんだ。ああ、そういうことか。出れてないのか。わあ、可愛らしい女の子。